武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、昭和大学医学部の化学の勉強について話していきたいと思います。化学ですが、時間が2科目で、140分で、大問数がまあ5台から6台、まあ最近は5台の傾向が続いています。で、出ている問題の、構成としてはですね、まあ理論、向き、有機、どこもまんべんなく出ている形、ですが、その中でもまあ、理論、有機の出題率が、ちょっと高めかなという形、ですね。で、実験問題がかなり、多い構成となっておりますので、実験の読み取りの練習はしておいた方がいいかと思います。要はその問題集で解き方を覚えるだけじゃなくて、その解き方にたどり着くまでの、まあ、読み取りですね、この部分の練習はしっかりやっておきましょう。で、問題に関しては、まあ、記述式、選択式、まあ、どちらも出てくる、形で、年度によって論述が出ることもありますので、論述、弱い場合には、問題集追加しておきましょう。ただ、そんなに長いものが、出るわけではないので、まあ、出ても問題集で一応対応できるレベルかなと思います。で、問題の内容としては、まあ、基礎、標準問題中心なので、まあ、マーチレベル、しっかり終わらせく、で、できれば問題数が多い問題集などで、まあ、網羅しておくという形ができれば理想。まあ、例えば、その、重要問題集の A 問題などで、まあ、基礎の範囲をしっかり全範囲フォローするなどですね。まあ、余裕があれば B 問題の方などの、まあ、総計レベルなど、に進んでも、いいかとは思うんですが、まあ、総計レベルは東大レベルですね。で、まあ、これは本当に科学で点稼ぐという場合にのみかなというふうに、思っておいていいかとは思います。で、とかくその知識系の問題とかも割と、結構聞いてくる。あと実験が多いということから、資料集の、使用をちゃんとやっておかないと、まあ、表面的な理解では厳しいかなと、思っておいた方がいいです。なので、そういった部分、ちゃんと使いこなしてですね、まあ、講義系や資料集などの、利用をちゃんとやって、知識を深く入れるように心がけてください。以上が科学の勉強となります。